ケズのライブジムにようこそ。はい、どうも、みなすきちゅうのカズです。今日なんですけどね、久しぶりにまたクイズをやりたいと思います。今日のクイズはギターの音だけでビーズの曲名を当てろクイズ。まあ、どういうことかね、説明しなくてもまあわかりますよね。ビーズの曲で使われてるギターの部分だけを皆さんに聞いていただいて、その曲名を当てるというクイズです。今回のね、回答者はチャーミューさんになります。はい、それではね、ルール説明していきます。今回の問題は1問に対してヒントが3つ出ます。で、徐々に分かりやすいヒントになっていきます。で、1つ目のヒントで分かったら3ポイント、2つ目で分かったら2ポイント、3つ目で分かったら1ポイントで、分からなかったら0ポイントです。で、今回は全部で5問出ます。なので全問ね、最初のヒントで分かったら満点が15点になります。それで制限時間なんですけど、まあ、考える時間は動画内ではね、チャンミさんには15秒でやっていただきます。で、見てる皆さんは一時停止してもらってもいいですし、曲をね、もう一回聴きたいなってなったら巻き戻して聴いてください。スマートフォンで見てる方はね、画面の左をね、ポポンって押すとね、10秒巻き戻しとかね、多分そういうのができると思うんで、そういったので聴いてくださいね。はい、それでね、チャーミーさんにはね、答えが途中で分かっても最後まで言わないでもらいます。で、3つ目のヒントが出終わってみんなとね、答え合わせするときに言ってもらいますね。はい、それでね、今回のこのクイズ、ギターの方は近くに住むね、ブラザーに弾いてもらったんですよ。なので音が違うとかリズムがねとかね、そういうところを探すね、趣旨のものじゃないんでね、そこのところね、お願いします。一応クイズなんで、そういうね、荒探しをするっていうのはやめてくださいね。純粋にクイズを楽しんでください。はい、それではね、チャンミーさんと交代したいと思います。せーの、ほっ、はい、早いから、ごめん。もう一回ね、せーの、ほっ、どーん。はい、お久しぶりです、チャンミーです。はい、チャンミーさん、お久しぶりですね。はい、もうちょっと出てくださいお化粧するのがめんどくさいとか、そういうのやめてください化粧してないよね、でも動画でもね、あんまりね。はい、じゃあクイズもやっていきます。心の準備はいいですか？はい、大丈夫です。の前にね、1問ね、どんな感じかっていう練習問題を出します。はい、それで、あ、こういうことねっていう理解してください。見てる方も理解してくださいね。はい、それじゃあ練習問題のヒント1いきます。はい、練習問題のヒント2いきます。走る。正解です。イエーイ。という感じでやっていきます。今のは練習問題です。ここからが本番です。頑張ります。お願いします。生一丁喜んで。はい、それでは第1問目ヒント1いきます。一周しますね。その間に考えてください。それが終わったらタイムアップです。ティリリリ、ティリリリがなんか聞き覚えある。ティリリリ。
はい、それでは問題1のヒント2いきます。そやもう一周流すんで、その間考えてくださいね。シンキングタイムです。分からん。聞いたことない。聞いたことありますか？あります。分かりませんね。分からん。はい、問題1のヒント3いきます。もう一周いきますか？はい、いいです。いいですか？はい。じゃあ一応皆さんのね、制限時間があると思うんで、じゃああと5秒ぐらい。5、4、3、リリリリリリ、あそこか。はい、答えの方お願いします。答えはウルトラソウル。正解です。イエー。なのでチャンミさんは1ポイントですね。一応ヒント1で出したところは A メロです。ヒント2で出したところはサビです。サビもなんか似たような感じです。皆さんね、後で確認してみてください。はい、どうですか？難しいですか？難しい。かなり聞いたことあるけど。でしょ、聞いたことあるでしょ。聞いたことあるけど、だってそういう感じのやつじゃん、いっぱいあるじゃん。まあまあ、わかるよ、言いたいことは。はい、それでは第2問目いきます。はい、はい、第2問、ヒント1。けど一応、もう一周とりあえず今の答えはあれあれね。はい、これヒント1だよね。これはヒント1です、はい、固まってますね、答えは、うん。はい、それではヒント2いきます。違うよ。違いました、思ってたの。分からん、ヒント2聞いたら分からんくなった。もう一度ヒント2いきます。これ本当に徐々に分かりやすくなってんの？なってるはずです。聞いたら、あ、確かにってなると思います。そう、はい、ギターをよく分かんない人が聞いたら分かんない。そうかもしれない。まあ、これは一応ね、テスト的なものもあるんで。はい、いきますよ、次ヒント3。うん、分かったっていうやつは間違っとったから。あ、間違ってました、うん。ヒント3で分かったから1ポイント ?1 ポイントですね。あってたのね。当てた。はい、3、2、1。はい、それでは答えをお願いします。答えはブラザーフット。正解です。イエーイ。
ヒント1、タイムかなと思った。それ作るときにタイムに似てるよね、だから引っかかるんじゃないかということで持ってきたんですよ。じゃあ実質合ってる合ってないです合ってないです。でヒント2のとこは Be Be Alright、 あ聞いたらあそうかなって思うと思うんで巻き戻してね、聞いてみてください。はい、それでは第3問目いきたいと思います。はい、3問目のヒント1、もう一回いきますね。これが、シンキングタイムです。皆さん考えてくださいね。シンキングタイムもう終わってますからね今からじゃないですからね。さっきのがシンキングタイムですから。わかりませんね、今。わかりません。わかりません。それでは、ヒント2いきます。3問目のヒント2です。シンキングタイム？シンキングタイムです。私は知らん歌じゃない？知ってます。わかんない。わかりませんか？本当にわからん。本当にわからん。難しい。だって難しくなってるもん。ヒント1とヒント2、はい、一緒だもん、難易度が。私にとったらそうですか、まあ、そういうゲームですからはい、それではヒント3いきます。だと思ったんだけどずるいねじゃあ10秒間ぐらい制限時間いきましょうか。それだと思ったんだよね わかんねえですね。もう行きますよ、次。はい、それじゃあヒント2
いきます。もう一周、シンキングタイム。つくちゃん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 。ジャミーがうるさくてわからんって言われるよ。つくちゃん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 。わかった。わかってるんですか。いつからわかってたんですか。つくちゃんつくちゃんで。ヒント2ってことですね。はい。じゃあヒント3いきます。はい、つかちゃん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 。じゃああと制限時間10秒ぐらいいります。制限時間いりません。一応ね設けましょう。じゃあ聞くらし。4、3、2、1。はい、終了。はい、それでは答えの方お願いします。はい、答えはランです。正解です。お、初の2ポイントですか。はい、それでは最終問題になります。はい、ちょっと5点じゃ寂しいですね。じゃ最終問題は何点。同じです。そういうのないですよ、ね、そういうのないです。じゃあ第5問目、ヒント1。言いたいことも言えないけど、そういうのじゃねえから、わからなくなるよ、みんな怒られるよ。もうそれしか出てこんって怒られる。はい、もう一周いきます。シンキングタイム。わからないってことですね。真面目にやってください。ポイズン。ビーズにそんな曲ないですから。はい、じゃあヒント2いきます。分かったよ。分かりましたか。じゃあもう一周いきますね。はい。
はい、皆さんは何点取れましたか？難しかったですか？うん、うん、難しかった。難しかったですよね、皆さんも。ギター初心者の人はね、難しい。初心者っていうことはやってるってことですね。ギタリストだっていうことですね、自分が初心者っていうことは。そうだね。はい、じゃあこの動画好評だったら第2弾もやってくれそうなので、高評価やコメント欄に感想などよろしくお願いします。あとチャンネル登録もまだされてない方は登録の方よろしくお願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお待ちしてます。それではまた次の動画で会いましょう。せーの、お疲れ。バイバイ。ではもう一曲聴いてください。わかりますかね？わかったらね、お願いしますね。1 2 3 4